皆さんこんにちは武田学校講師の武田恒也ですそれでは授業を始めますえ前回はルーズベルト大統領の野望の話をしましたあのー、ね本当悔しいんですけどもねそこを読み解けていなかったというところが問題ですよねあのー、アメリカはあのかなり早い段階から日本の暗号を解読しています、えー、日本海軍の暗号はもうアメリカ側は完全に解読済みでした。 でしかもねこの外務省は独自に暗号を作っていればよかったんですけども、えー、海軍のの暗号と同じものを使ってたんですねですから外務省の、ね、やり取りだからあアメリカにいる日本大使と日本の外務省とのやりとかも全部や日本の外務省とのやり取りも筒抜けだったんですね。 コーデル・ハルね国務長官は全部ああ今アメリカのね日本大使館から東京の外務省にこういう連絡してるなとか全部手に取るように把握してたわけですよただね日本の陸軍の暗号だけは解読されなかったんです終戦まではい、えー、だから日本はこれ暗号をかけてるから読まれてないと思ってたんですよねところが全部読まれてたわけですよでしかもね攻撃箇所がどこになるのか もしかしたら南方だけでアメリカに来ないかもしれないい。かかももしかししれたらフィリピンがやられるかもしれませんね。フィリピンはアメリカでしたからねアメリカの植民地でしたからねもしくはグアムに来るかもしれないしハワイかもしれないしさすがにロサンゼルスとかはいきなりないでしょうまあ、してやニューヨークはないと思いますけどもね、えー、どこに来るのかなって話ですけどももうハワイに来るっていうこともアメリカ側は読んでました。なぜなぜらば、ね、ハワイに関する無線のやり取り取が、 多くくなってくるわけですよで日本側がハワイのどんな情報を取りたがっているかっていうのもアメリカは把握してましたつまり真珠湾の中にある船の配置とか船の種類とか。 そういう情報をかなり頻繁に日本本国に送っていると、まあ、あのハワイには日本のスパイが入ってますからねそのスパイがあ今この船が出ましたとかあ今航空母艦2隻入ってますとかそういうことを結構頻繁に日本に報告してるんですね要するに日本側がどういう情報を取ってるかっていうのをアメリカ側は把握してたんですねつまり12月上旬日本はハワイを攻めるっていうことをアメリカ側は把握してましたところがねええー ハワイの米軍部隊にはその情報が行ってないんですねこれね終戦の後え、議会で相当追及されたんですよ。大統領は知ってたのじゃないかと。もうこれあの終戦の後大統領も死んじゃってますからね。あのー、あでも改戦の後も、えー、存命中も多少あったんですよ議会でね、あのー。大統領は知ってたのになんで見殺しにしたんだってわけですね。 いやもしね日本来るぞとちゃんとね整えとけっていう連絡が言ってれば、えーえー、ちゃんと迎撃態勢ができたかもしれませんよねそれを、えー、真珠湾には一言も大統領は言ってないわけですよもし地震がなかったらねそれはフィリピンとグアムとハワイそれぞれにちょっと日本来てるぞぐらいのことを言っとけばですね、えー、被害が少なかったもかもしれないでも大統領はそれを言わずに被害を拡大したってわけですでもそれも大統領の野望なんですよ バーンとやられてもくもくもく煙立ってはいいっぱいアメリカ人死にましたってなるからアメリカ人がアメリカ国民が激怒してリメンバーパールハーバーってなるわけですからだからアメリカ国民が激怒するレベルの被害を受けなきゃいけないんですよね。なんなら基地が半壊するか全壊するかぐらいもうボコボコにやってもらえたらアメリカ大統領としてはラッキーなわけですね。 あんなに日本と戦うのがやだやだと言ってた米国民がたった1日で、ねえー、日本人許さねえってなったわけですから。 えだから大統領としてはもう予想した通りの完璧な成果が出てしまったわけですね。ところが日本は、ねえー、それなりの被害を与えたのであれもしかしたら成功したんじゃないぐらいの感じで「やったやった!」とか言ってね真珠湾攻撃大成功ということで舞い上がってましたけども、えー、これはもう完全にアメリカの暴力う暴術に引っかかっていたということなわけなんですね。はいえー、ではいで えー、今日はですねちょっとこのテーマで、えー、解説しようと思います。はい、ああのの戦争に勝ち目があったのかとということですね、まあ、よく学校で、ね、教えられてる歴史では、ね、日本はアメリカと戦って勝てるわけがないと。ねね、バカな戦争を始めたと。だから要するに東條秀機がね勝てもしない戦争を勝てると言って勝手に始めたもので、ね、国民はね 勝てもしない戦争を勝てる、勝てると信じ込まされて、戦争を突き出されたわけ。まあ、そういうふうな感じですよね。勝てるわけがないというね。そういう,うフレーズで学校では教えることが多いです。本当でしょうか。おかしいですね。教科書のね、ここら辺のページより前、ちょっと何ページが、あの、戻ればすぐ。ほら、日露戦争、日清戦争出てきましたよね。あの時に、なんで同じこと言わないんです。 というか日清日日露勝ちましたよね日本が日清戦争で戦った清という国は当時世界第2番目の経済大国でしたよえまあちょうど1位と2位が入れ替わるかどうかアメリカと清がね競ってて清はあの停滞しててアメリカが追い抜いていくとこですから日清戦争が始まった時にはアメリカがじゃもうギリギリ1位えで清はギリギリ2位でした日本の経済力は清の5分の1しかなかったんですよ そんな弱小国が5倍も経済規模があるしかもね大きな国でしょそこと戦争して日本は勝ったわけですその後日露戦争もありましたよねロシアという国は日本の経済力よりも3倍4倍3倍から4倍のですね大きな経済力がありましたしかもロシア軍は強かったわけですよ ロシアの陸軍は世界最大の力を実力を持っていると言われました第1の陸軍といわれてましたよそしてロシアの海軍兵力は世界第3位と言われていたんですね日本は全然お下ですわ国力も劣っている陸軍兵力も海軍兵力も劣っているそんな日本が何で勝てたんですそそそれここ日日清戦争日露戦争争露 勝てる見込みのない戦争だったんですよ。勝てる見込みのない戦争をなんで勝てたんですか。はい。じゃあね、対米戦争アメリカは国力あるから勝てるわけないって言うけど、いやいや、日清日露勝ってるんですけどって話ですよ。えー、えー、だからあの国力があるから勝つ保証はありません。兵力が大きいから、軍事力が大きいから勝つ保証もありません。 これねどんなに国力が小さくてもどんなに兵力が小さくても士気が高くてね、作戦よろしきを得れば勝つことだってありますただ逆もしかりですどんなに国力があってどんなに兵力が大きくても作戦を軽視したら負けることだってあるんですね、えー、士気が低かったら負けることだってあるんです戦争の勝ち負けというのはそんなねほら競馬の予想と一緒ですよ この馬は昨日勝ったとかね過去の成績は出るけれども戦争もそうですどこの兵力がどうのとかねいろいろあるけどもそれは一つの要素でしか過ぎないんですねじゃあどんな司令官が指揮するのかじゃあその時の天候はどうなのかその時のねまあいろいろな要素いろんな要素があって勝ち負けが決まるわけだから。 それは国力が大きい方がそれは有利でしょうけれどもそれだけじゃないんですよねはいいやだから日本が学ばなきゃいけないのは日清日露戦争はなんであんな不利な戦争を勝てちゃったのとこれ一つねあとで説明しますけど対米戦争って有利だったんですよなんでこんな有利な戦争を負けたのというねこれ両方とも検証しなきゃいけないと思うんですよ、えー、日清日露勝てたのは国力が小さい兵力も小さいでも 徹底的にに作戦にこだわったんですよ、ね。この不利な状況を一体どう戦ったら有利に展開できるかもう作戦を練って練って練り上げて当たったんですね。で日露戦争もですね以前、えー、解説しましたけども開戦前から終戦の方法まで決めてるんですよ。 つまりアメリカのルーズベルト大統領ああのー、ルーズベルト大統領の野望って前回やりましたけどあのルーズベルト大統領と日露戦争の時のルーズベルト大統領は別人ですからね <laughs> ほら万歳って言って日本のね、えー、戦果を喜んでくれたルーズベルト大統領はあとはあの別人ですから。 セオドア・ルーズベルトとフランクリーン・ルーズベルトの違いですからね、はい、別人ですからねはいだからあの日露戦争の時にはアメリカの大統領とちゃんとね終わる時は仲介よろしくねと、えー、協力まで取り付けておいた上で始めてるわけですねところが対米戦争ってどう終わらせるか全然検討してないんですよ場当たり的ですよね戦争する気なかったのに急に戦争の入り口に立っててやる気なかったんだけどもうやる気で戦火切るしもう短火切るしかなくなり えだからどう終わるかなんてそんなこと誰も考えじゃないんですよね、えー、だからあのー、作戦を軽視したんですあと、えー、で次回やりますけども真珠湾攻撃だってはっきり言って失敗ですまあ見た目成功したように見えますけども、えー、はっきり言って失敗ですよあれは、えーはい、ではえー、ね勝てるわけがないって言いますけども これ言うとね結構びっくりする人いるんですが聞いてください真珠湾攻撃があったあの日日本の海軍兵力とアメリカの海軍兵力どっちが大きかったと思いますこれ聞くとえアメリカでしょって普通は思うと思うんですよところが答えは日本の海軍兵力の方が2倍以上あったんですよアメリカ軍より日本軍の方が強かったんです兵力がねええ これどういうことかというとあのアメリカってもうすでにヨーロッパの方に兵力を差し向けてますからドイツと戦うためにね空母とか戦艦とかいっぱいヨーロッパにもう行ってるんですよでヨーロッパの方に行った兵力は日本とは戦えませんよねはい <laughs> 日本は太平洋ですヨーロッパの方に差し向けたのは大西洋ですからねえー、でまだこれからドンパチ始まりますからね だから日本軍が戦う米軍というのは太平洋にある米軍なんですよ太平洋にある米軍と太平洋にある日本軍を比較したら日本軍の方が2倍以上兵力が強かったんですはいもちろんね国力が違いますから長期戦になったら勝ち目はないですよ、ね、短期戦だったら分かんないですよ日清戦争も日露戦争も短期勝負でしたよ 何年もかけてやりませんでしたよねはい短期勝負でしただから花から日本がアメリカと戦ったら長期戦だったら勝てるわけないんですよ短期決戦しかありえませんからねだから対米戦争は短期もう数ヶ月で終わらせなきゃいけなかったんですねはい見てくださいこれ真珠湾攻撃があったあの日の兵力ですちょっとこれ略して書いてるんですけどこれ左側が日本右側が アアメメリリカカでですす日本軍とアメリカ軍と、はい、戦艦日本は十、アメリカは9ですこれ日本の方は一つ多いですよねしかもこの十の中には戦艦ヤマトというのは世界最大の戦艦ですよいまだにねあの戦争のあときい戦艦作るのはあんまり意味ないねってことになってえもう世界人類史上最大の戦艦はいまだに戦艦ヤマトですよ えでしかもね主砲とかもね最も遠くまで飛びますからアメリカの、ね、艦隊がいくら艦砲射撃しても全然届かないところから大和だけは当てられたんですよねえ、まあ、これね米軍はパナマ運河を通過できなきゃダメなので東と西があるからねパナマ運河の幅に合わせてて戦艦を作ってたんですよ日本はパナマ運河通る予定ないからそのも関係ないもっと幅広の船を作れたんですね。 だからアメリカはパナマ運河のサイズに制約されてたということになります。はい空母これが決定的に違うんですよ日本は空母9隻ですよアメリカ3隻しかないんですね。さっきの対戦では空母それから航空機ね。 要するに航空能力航空機の運用能力が最も重要だったんですね実際戦艦はそんなに活躍しませんでした一番重要だったのは空母ですその空母日本9隻アメリカ3隻ですよ圧倒的にね日本の方が、えー、空母の数が大きいわけです次巡洋艦は日本38アメリカは24ですこれも日本の方が多いですはい駆逐艦は日本112隻、うん、アメリカは67隻全然違いますね、えー きらめつけはこれですね関西機これ関西機というのは航空母艦に載せる飛行機ですね。関西機日本は1004機ありました。アメリカは365機しかなかったんですよ。はい、でしかもこれね船の数とか飛行機の数だけではないですよ。え次に重要になってくるのは、えー、軍人の連動、ね、能力ですよね、はい。パイロットだったら操縦能力とかねえ正確に爆撃できるかとかね。は,い連動は 圧倒的に日本の方が上だったんですよ当時ですねええー、パイロットの技能は日本軍が世界一でしたもう一つ航空機の性能いくらね何百機ありますって言ったって性能が劣ってたらダメですよね当時世界最高性能の、えー、戦闘機はゼロ戦でした日本が作ったねここですよここ関西機ね 航空母艦に乗せる戦闘機で最も戦闘能力が高い能力の高い戦闘機はゼロ戦日本のゼロ戦だったんですねですから日本は空母は多いわ艦載機も多いわパイロットの能力も世界一だわしかも航空機の性能も世界一なんですよこれね普通にやったら勝つんです <laughs> よっぽど下手だったってわかりますよね こんな有利な状況で何なのこの結果って話でしょう。へ、え、た、え、くそ、ええ、この戦争を指揮した司令官下手くそですもし私がこの戦争を指揮してたら勝ってたでしょう <laughs> 別に私が戦争が上手だったわけじゃなくてね有利な時って教科書通りにやればいいんですよ。そしたら勝ちます。不利な時は 教科書通りとか通常の理屈上通りになったら勝てませんよね。えー、だからほらハイヒールの理論が出てくるわけですよ。<laughs> あのえー、石原幹事はね、たった1万の軍隊で23万のね、国民党軍を蹴散らしましたよね。これはよほど練り込まないとそんなことできませんよ。だからね、有利な時はね、セオリー通りにやればいいんですよ。はい これだけ優秀なねパイロットと優秀な性能の戦闘機とこれだけの数の、ね、軍艦航空母艦航空機がありながら負けてやんの下手くそでしょこういうことを本来は授業でやんなきゃダメなんですよえ勝てるわけがない以上はい次だったら何かを学べるんですそっからいやだったらなんで日清日露勝ったんだって話ですからねはいでねアメリカではこう標語があったんですよ えとえー、ほら戦闘機同士がドッグファイトって言いますけど撃ち合ったりするやつねもし、ゼロ戦と出会ったら逃げろ、ね、あの当時、ゼロ戦のことをゼロと呼んでましたけどゼロを見たら逃げろこれがアメリカのパイロットの標語だったんです。 なぜならばゼロ戦と互角にやり合ったら絶対勝てないからですえどういうことかというとアメリカのね戦闘機と日本の戦闘機ではゼロ戦の方が日本の方が圧倒的に航続距離が長いんですねだからもし互角にやってたら燃料が先に切れるのはアメリカの飛行機ですわ はい、でしかもですね、旋回能力が、えー、ゼロ線は高いんですねでアメリカの航空機って大きくしか曲がれないんですよ、宙返りも含めてね、ところが、ゼロ戦というのは小回りが低く、シュッと回れる、宙返りもポンと、ね、できて、すぐ後ろにつける、だからね、えー、ゼロ戦が追われていても、ヒュッと宙返りして、ねえー、後ろにつかれてしまう。 後ろにつかれれたららすすぐやられちゃいますからねだからゼロ戦とやり合ったら勝ち目がないしかもね後続距離が長い旋回性能も高いしかもパイロットの能力が数段上なんですよだからもう0戦と互角にやるなんて無理 例えばね1対1だったらまず逃げると2対1でもまず逃げると 3,、ね、3対1だったらまあもしかしたら可能性あるかもしれないぐらいでだからもうもうゼロ戦見たら逃げろこれがアメリカのパイロットの間での合言葉だったんですから、はい、これだけ強い兵器とこれだけ大量の兵器と優秀なパイロットが当たっていてなんで負けるんですか、ね この戦争は、まあ、結論的に言うと、まあ、これから説明したらね徐々に中身分かってくると思いますけども結論を先に言いますけども「対、え、米、ー、戦争は作戦を軽視したんです」まあ「うぬぼれてた」っていうんですねはい元が攻めてきた時鎌倉時代ですよ日本軍勝ちましたね神風が吹きました私たちは神に守られているとで日清戦争も日露戦争もあんなに勝ち目のない戦争きれいに勝ちましたよね神風が吹くんですよ もう日本人はね気合,気合だけでねどんな不利な戦争も乗り越えられるんだってなっちゃったわけです確かに気合もありましたけども作戦が優れてたんですよね、えー、でもさっきの対戦では気合だけで乗り越えられると作戦を軽視してこんなに優秀な、ね、兵隊と、ねえー、高性能の武器を大量に持ちながらも作戦を軽視したんですよこれだったらいくらね兵隊の気合があっても勝てませんよねええー えー、だからうぬぼれたんですね日清日露で勝って自分たちが戦ったら絶対に勝てると、えー、そういううぬぼれがあったんですだから、えー、なし崩し的に戦争が始まりました終わる方法も考えてなかった、えーえー、で一個一個の戦闘を見てもまあ下手くそですね真珠湾攻撃を私に言わせたら失敗ですわ次回やりますけどもねはい。 どういういに戦争がヘッタクソだったのかまあそりゃそうでしょう北部普通印南部普通印とか言ってねやってましたけどもあの時にアメリカ側の意図も読めなかったわけでしょ。で中国大陸でね国民党軍とやってましたけども何年かかったってね全然集結しなかったわけじゃないですか。もうその時にねやっぱり自分たちのやり方って間違ってんじゃないかって思い通りにならないってことをですね分かってたはずなんですけどもね。えー、まあとにかく えー、あの戦争はあの勝てた戦争なんですよ。えー、ほら勝てるはずがないって言われたらそういう戦争を負けても別に悔しくないでしょう。でもこんな有利だったのに負けたって言ったらはなんんでって思いません本来であればあの戦争日本が負けたっていうことは悔しいっていう思いを持たなきゃダメなんですよ。勝ち目がなかったら悔しくないでしょう。有利だったのに負けたらおいおい,おい誰が指揮したんだよって話になりますよね。えー 別にだからといって戦争せいって言ってんじゃないんですよ。戦争ってしちゃいけないんです。でもどんなに戦争を避ける行動をとっていても、え戦争になってしまうことだってあるんですよね。そうなった時は勝たなきゃいけないんですよ。えーえー、そのために自衛隊があるんですよ。普段戦闘はしませんよ。抑止力ですからね、えー。でも万が一の時はですね、戦闘になる可能性があります。その時は勝たなきゃダメなんですよ。 この対米戦争がなぜねあんな有利だったのに負けたのかこれを私たち日本国民がちゃんとね肝に銘じておかなければ次勝てませんよ戦争を避けるんですけども万が一戦争に至っほら尖閣だってね戦争を避けるようにしますけれども万が一の時には戦争になっちゃうかもしれないわけですよね。 えー、もちろん自衛隊は、ねえー、戦略戦術、えー、どういう状況でどういうふうにして勝つかっていうのを専門的に勉強してますよ、えーけんえー、検討してますよね、えー、でも私たち日本人があの戦争を勝てるわけなかったよねで終わらせてたらこれはですね支えることもできないですよ。やっぱですね、えー、なぜ日清日露は勝てたのかなぜ対米戦争は負けたのかこの分析は、えー、日本人ならばやっぱりしなきゃだめですね。 教科書に書かれていませんですけども、とても大切なことです。今日は以上です。はい、それでは、こちら。チャンネル登録をお願いします。